皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元由里です。はい、えー、この度はこの映像をご覧いただきありがとうございます。はい、えー、今回の映像はですね、九、えー、ヶ月速習コース、えー、つまりは秋元クラス。 の受講生さんに向けましてですねご案内がございます。えー、令和五年十二月四日にですね法務省の方から発表がありましてですねその内容についてねお伝えをしたいと思います。はいどういうね発表だったかって言いますと、はい司法書士試験筆記試験記述式の問題のね配点変更についてなんですよ。 はいえー、どういうね変更だったかまあ、まだね詳細がはっきりしておりませんので、えー、ざっくりとしてのあざっくりとした説明になっちゃうんですけれども、えー、法務省の方のねサイトにも載っております、えー、そちらですね見ていきたいと思います令和5年12月4日にですね発表された内容としては令和6年度 令和6年度だから来年以降ですね来年以降に実施する司法書士試験筆記試験午後の部の期日式問題の配点を以下のとおり変更するのであらかじめお知らせしますよということなんですね。えー、配点今までねどうなってたかなんですが2問で70点満点、はいまあ、期日式は、ね、不動産登記法と商業登記法、まあ、計2問。 ですねえー、その2つの合計が点点満点だったと、まあ、それぞれの科目がね35点ずつっていうふうにはっきりとは公表されていないんですけども、まあ、おそらくね35点ずつであろうとで、えー、計70点満点だったんですけれども、えー、2問で140点満点に変更しますよってことなんですよ。なんと2倍になっていくんですね。 はいまあ、そうなってくるとやはりね不安になってしまうのが問題量が増えるじゃないかと記述式の、ねまあ、ボリュームが増えるんではないかと、ね、やっぱり怖くなっちゃいますよね、えー、ただ、まあ、時,間時間については、まあ、こういうふうに発表されてます。えー、午後の部の部試験時間3時間間にはは変更がないと <laughs>、はいと、えー 午後の部っていうのは卓一式と期日式ってありますよね。卓、え、式、ー、式と期日式合わわせて3時間だったわけですでこれについては特に変更がないというふうに、まあ、明言されているわけなんですよ。は <laughs> もともとね、あのー、今だって、えー、期日のボリュームすさまじいんですよ、えー、実力者だったとしても時間内でね、えー、全部こう正確にね、えー、解いていくっていうのもなかなかハードなんですよね。えー、なので、まあ、あ時間も特に変わりはないし、ねえー、もうボリュームだってこれ以上増やせないところまで来てますからね。なので、まあ、こ,れこの変更っていうのはただの 回転変更ってだけじゃないかとね、えー、時間は増えないしまあ、分量も増えるっていうのもなかなか考えられませんのでねですからあんまり心配しなくって大丈夫ですはい、えー、それでですねまあ、私の方で目も取ってみたんですけれども、えー、卓一の方はまあ、特に変更が ないと、まあ、だって発表にね択一のこと書いてないですからねなので、まあ、反対解釈でね択一についてはまあ変更がないというふうに考えていくそうすると、まあ、午前の部卓一は点点満点でした、まあ、これは変わらないだろうとあ午後の部についても択一は105点満点、ね、今後変わりないっていうふうにまあ思われるわけです。はいえー、で期日については今までは70点満点。 で、それがこの変更で百四十点に増えていく。はい、そうすると合計点も変わりますよね。今までは全部合わせて二百八十点でした。で、えー、今後は計三百五十点になっていくわけですよ。はい、えー、その結果、期日の比率が変わります。今までは二百八十点中七十点だったわけですよね、期日って。 そうすると25%だったんです期日の比率がで今後は350点中の140点なんで40%になっていくという形になります、ねえーまあ、期日の比率自体は増える、はいまあ、そうなってくると、ねえー、期日に当てる時間を増やさなきゃいけないんではないかと 卓一の方の勉強をね今までよりは少しこうね、えー、少なくして期日にね重点を置いていかなきゃいけないんじゃないかって思っちゃうかもしれませんが別にそれ知らなしなくていいですよはいまあ、今まで通りの勉強で、えー、大丈夫ですねえー、ま期日の学習についてね急激に増やすなんてことをしないで。 いいですからねだってもともと卓一の方だって基準点っていうのがあってね、えー、その基準点を突破できなければあ期日の方せっかく解いたってね採点してもらえないわけですよねなので、えー、卓一だって今まで通りちゃんと勉強して、ね、正確にね、えー、取っていかなきゃいけないんですはい 記述、まあの方だって、まあ、確かに、ね、今情報が、ねえー、出てきていないのではっきりしたことは分かりませんけれども、ねえー、ですが、まあ、今までのことを考えると、ねえーまあ、これ以上分量は増やせないですから、まあ、さっきも言いましたけどね記述、えーまあの、えー、と配,点配点がこう増えたというのは、まあ、これは、ねあのーまあ、私が思うにですけれどもそんなに悪い変更じゃないというふうに思うんですよ。な、ま、ん、あ、でかというと <laughs> まあこれ本当、ねえー、かなりざっくりした、ね、説明になるんですけれども、えーまあ、回答欄不動産特許法だったとしましょうね回答欄というのがまあいくつか答案用紙には作られますよね。えーでまあ、今までは 例えばこう一科目あたり三十五点満点だったとしますね。えー、まあ配点としては三十五点っていうまあそれが上限なわけですから、その中で配点を組んでいくわけですよね。で、こういう枠があって、例えばこの枠が全部で二点配点とするしかなかった。ね、こんな場合においては、例えばこの中に記載しなきゃいけないね、事柄が六つあったとして、ね、えー、せっかく全部書きましたよと。 でも、ここの2つミスってしまった。で今まで原点方式だったんですよ。まあ、今後ね、ね、えー、原点方式じゃなくなるかどうか分かりませんけれども、ね、えー、今までは原点方式でした。あでこの2つ間違っちゃったことで、ここの枠全体の2点っていうのを失ってしまうわけですね。他のところはしっかりかけてたよと。これが得点ゼロですよね。もったいないことになっちゃってたわけですよ。はい。えー、でも、配点が、 この度2倍になるということによって減、ねえー、点されるにしてももっと細かく刻まれるという形になりますからねこの枠あたりにこう、ねえー、割り振られる配点が増えるわけなんで、ねえーまあ、死んでしまう記載っていうのが減る,んで減るんじゃないかというふうに思うんですよ。はいえー、ですから、まあ、そうね、えー、心配するような変更じゃないんじゃないかと。 ねまあ、むしろこう望ましい変更だったり、ね、するんじゃないかと思いますからねよってて、えー、あんまり心配しなくて大丈夫です、ねまあ、今までの、ね、講義の中でも私解放として、ね、お話をしてきたのが「答案構成用紙」っていうのは、ね、私の講義では使わずに「えー、登記記録」。 ベースでね、えー、まあ、事実関係を把握していくと、そのやり方で時間短縮っていうのをね、皆さんにはやってきてもらってますし、それから実況中継型っていうやり方で解説してね、皆さんには実践力身につけてもらってます。ね、えー、その解き方で、えー、今後も対応できますので、変に勉強方法を変えなくって大丈夫ですよ。ね、えー、これからだんだんね、情報も出てくるかと思います。レックの方でもちゃんとですね。えー この変更に伴う、えーまあ、対応の仕方であるとか、まあ、そういったものは皆さんにちゃんとお伝えしていきますし講義の中でも、ねえー、その話はしていきますからあなので、まあ、皆さんやっていただくのは、まあ、今までの勉強方法は特に変えず、まあ、これから、ね、レックが提供するものをきちっと受けていただいて、えーまあ、それに、ねえーまあ、対応していく、まあそ,れをねえー、それについていくということ。 え、それだけやっていただければと思いますので、ね安心をしてください。はいま、今日ね。お伝えしたいことは以上ですね今まで通りえ頑張っていきましょう。はい、まあ、最後までね。ご清聴いただきましてありがとうございました。